なってて、みんなも気になってるだろうなと思ってるのが、ちょっとクロシックのことだね。なんかちょっとスコヤの休止中に結構スコヤの話してないのにクラシックとかスコヤについて聞くコメントっていうのが、ちょっと増えたって聞いて、なんかともえさんもちょっと苦しかったのかな、それが。で、なんかスコヤはなんていうの、そういうコンビだからある程度仕方ないことはあると思うし、で、スコヤはね、応援してもらう気持ちとか、そのクラシック好きって言ってもらうことはすごく嬉しいんだけど、ちょっとまずはスコヤがまだ復帰もしたてだし、試験のことでもうかかりきりだったし、で、もうスコヤが落ち着いて、で、一人のライバーとしてこうなんかもっとこう成長できて、こうお互いがなんていうの、そのお互いが個々として成長できたタイミングになってから、ちょっとクラシックとして配信するタイミングは話し合っていきたいなと思ってます。なんでちょっとお待たせしちゃうかもしれないけど、ごめんね。なんですよね。そう、今ちょっとトメさんとやってっていうのを見つけたから。そうなんですよね。もちろんね、それがね、好きで入ってくれた人とかもいると思うから、でもなんかそれ自体がね、悪いこととかいうわけじゃないから、マナーを守ってやってくださったらそれがいいと思ってるので、っていう感じかなと僕は思っています。はい。